はいどうも白滝です。ただいまの撮影時刻が、10月4日月曜日になりまして、イベントとねガチャ更新が来ました。イベントはプロスピトレジャーが登場しまして、ポジション追加抑え枠が追加されました。まあ、そして最後にはですね OB 狙い撃ちガチャ、まあ、生放送でね、20連だけ引きまして、最初の10連で、まあ、S ランク調子くん絶好調来たんですけれども、まあ、勢いに乗れず、なんとマルテさんが当たりました。掛布さんではなくマルテさんが当たりました。まあ、この後ねちょっと掛布選手を、まあ、狙ってガチャね引いていこうかなと思います。まあ、ぜひともね高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで見ていきましょう。はい、ということでお知らせの方に来まして、4日の更新にて抑え枠が登場しました。でね、生放送中にパッと見たんですけれども、タイピンチが非常に多い、まあ、タイピンチ祭りかとね言うぐらい、まあ、タイピンで持っていた方が多くて、まあ、あとはですね、A ランクも、ね、追加されています。A ランクは、ライト枠、ライトの選手なんで、まあ、鈴木誠也選手のね、A ランク限界突破できる A ランクが、まあ、獲得することね、可能になっています。可能になりました。ガチャはグレードアップスカウトで、このラインナップ、通常のね、ポジション追加の中では、まあ、かなりですね、いい組み合わせで登場しています。もう一つガチャがね、追加されていまして、自治も OB 狙い撃ちスカウト、これね、後で引いていきます。で、イベントはプロスピトレジャーということで、これのね、攻略解説もやっていきます。まずはじめに、今回ね、追加された選手のリーグ評価とね、リアタイ評価を見ていきましょう。ソフトバンクはモイネロ選手が登場しました。9位から83、68、66、9位型 9A ということで、まあ、リーグオーダー入ってきます。リアタイの評価に関しては S になりまして、対ピンチ発動した時の縦スライダー、まあ、これをですね、全国大会の時にアウトコースで投げると結構ね、打ちにくい球なので、まあ、リアタイでも使える、リーグでも使える、まあ、さらにね、中継ぎ、抑え、どちらもね、起用することができます。モイネロさん強いね。特殊能力が対ピンチ切れ替え、奪三振。ロッテは増田選手が登場しました。9位から80、72、66。まあ、増田選手ね、結構9位 A 行かないことが多かったんですけれども、まあ、シリーズ2から9位 A になりました。リアタイの評価は A になります。使いたい方はぜひともね、使ってください。まあ、通信部のね、進化があるんですけれども、ランク戦ではあまりね、見ない投手になります。特殊能力が伸び切れ替え対左打者。S ランクの増田選手をね見る前に B ランクにねプラス15すれば S ランクの能力が判明します。まあ、9位がね65ということで15プラスすれば80、まあ、80で S ランクね登場する予定だったんですけれども、まあ、なんとですね S ランク9位79で登場しています。9位がマイナス1になったということで、小5の一手間が加わりました。いや、これは、まあ、増田選手もね、まあ、離脱していたということで、まあ、能力の修正がありました。投手適正と球種の方になりまして、中継ぎと抑えどちらも起用することができます。まあ、リアタイの評価に関しては B になります。まあ、打ち取れる球種はありません。特殊能力が伸び脱三振、下位対ピンチ。楽天がアニバーサリーでも登場する松井裕樹選手が登場しました。9位から83、60、67の9位型 9位A、 リーグ評価は S になります。投手適正と球種の方になりまして、限界突破すれば先発投げれます。まあ、どこでもね起用することができる。で、まあ、球種はねこういった風になっています。そして、めちゃめちゃね重要なポイントが、特殊能力になります。特殊能力が伸び、対ピンチ回奪三振になりまして、なんとですね、第2特能に対ピンチが追加されました。まあ、アニバーサリーの時は、第3特能がね、変更されるということで、まあ、第2特能のね、対ピンチはアニバーサリーでも登場します。対ピンチがね、追加されたことによって、アニバーサリーで松井裕樹選手を狙う方は、まあ、これね、多くなったんじゃないのかなと思います。日本ハムファイターズは杉浦さんが登場しました。シリーズ1の時はね、まあ、先発適正だったんですけれども、まあ、抑え適正になっています。9位から80、76、65、まあ、リーグ評価は S になります。投手適正と球種の方になりまして、まあ、限界突破すれば先発できます。でリアタイの評価に関しては、ツーシームスプリット、ツーシームフォーク、同じ変化方向の2球種がね、ないということで、まあ、リアタイでは使えてこないと思います。特殊能力が奪三振、タイピン近いキレ。オリックスは平野さんが登場しました。79、77、61で、まあ、称号でね、9A 乗せることができます。投手適正と球種の方になりまして、中継ぎ、抑え、どちらもね、起用することができます。で、まあ、リアタイのね、評価に関しては、B になります。特殊能力が奪三振、切れ替え、タイピンチ。で、リーグの方になりまして、巨人はビエイラ選手が登場しました。9位から81、60、62の9位型9位 A ということで、まあ、リーグ評価は S になります。
投手適正と球種の方になりまして、限界突破で中継ぎ起用することができます。で、第1球種がね、ストレート、カットボール、縦スライダー、そして第2球種見てください、まあ、ツーシームとね、スプリットを持っているということで、まあ、今後ですね、ランク戦でね、対戦する機会は増えてくると思います。特殊能力が超剛速球、奪三振回、対ピンチ。阪神はスアレス選手がね、登場しました。9位から82、73、65の球威型球威 A。投手適正と球種の方になりまして、中継ぎ抑えどちらもね、SS。で、限界突破すれば、先発もね、起用することができます。で、まあ、ツーシームね、1年前はツーシーム上方向だったんですけれども、まあ、横方向のツーシーム。まあ、上方向であれば、ランク戦でもですね、まあ、対戦する機会は増えてたと思います。まあ、第2球種は縦スライダー。特殊能力が超剛速球、奪三振回、伸び。こちらはシリーズ1のマルティネス選手になりまして、伸び剛速球対ピンチありました。で、シリーズ2のマルティネス選手対ピンチがなくなっています。中日はマルティネス選手が登場しまして、9位から84、74、64の球威型球威 A。 投手適正と球種の方になりまして、中継ぎ抑えどちらもね、起用することができます。まあ、そしてストレートスプリットのね、球威も上がっていまして、まあ、ツーシームが D、 そして第2球種縦スライダーがあります。特殊能力の方になりまして、奪三振、剛速球、重い球、まあ、対ピンチが消滅しています。まあ、でもツーシームとスプリットを持っているので、まあ、リアタイではね、使えてくる投手になります。横浜は三島選手が登場しました。9位から77、74、68の球威型。投手適正と球種の方になりまして、中継ぎ抑えどちらもね、起用することができます。で、まあ、第2球種縦スライダーがありまして、まあ、リアタイでは、まあ、ちょっとね、使えない投手になります。広島は栗林さんが登場しました。9位から83、62、69の球威型球威 A なので、リーグ評価は S になります。投手適正と球種の方になりまして、限界突破すれば、まあ、どこでもね、起用することができます。で、まあ、スプリットをね、持っているんですけども、ツーシームを持っていません。まあ、ツースプね、持っていればリアタイの評価 S だったんですけれども、まあ、ランク戦では使えてこないと思います。特殊能力が奪三振、切れ替え、対ピンチ。そしてラスト、ヤクルトがマクガフ選手が登場しまして、9位から80、70、68の球威型球威 A。 投手適正と球種の方になりまして、まあ、中継ぎとね、抑え起用することができます。まあ、そしてツーシームとスプリットを持っていて、特殊能力の方が、まあ、超剛速球、奪三振回、対ピンチ。まあ、対ピンチとね、ツーシームスプリットを持っているということで、まあ、今後ですね、マクガフ選手もランク戦でね、対戦する機会は増えてくると思います。今回抑え枠がね、登場したんですけれども、無課金美課金者はね、スルーになります。ということで、まあ、プロスピートレジャーのね、攻略は後で解説していきまして、まあ、先に、OB 狙い撃ちか、これ30連引いて、まあ、出なければもう今回はね、諦めます。ということで引いていきましょう。はい、ということで、まあ、生放送でね、まあ、10連目マルテ選手が当たったんですけれども、掛布選手ではないというね。30連目、まあ、頼みます。50連で本当にお願いします。 2.5% やからね、まあ、10連目がやっぱピークやったかな、一番。まあ、その後ね、まあ、出る気でいれば多分出るはず。掛布選手お願いします。よし君頼みます。選手ほんまに、まあ、で村上さんがいるんで、一応サードアニバでは、まあ、リーグ用のために掛布さん欲しいな。掛布選手、ネオ選手結構集まるね。行きましょう。30連目か40連目か。行きます。掛布さん頼みます。お、月が出ました。ピッチャー、よし君お願い、マジで頼みます。マルテさんがピークじゃないって、マルテさんが。おわまあ、狙い撃ちは本当に闇なんで、パラワンかい。 A ランクも出ないのきついね。ラストいくか、ラスト。掛布選手、これが狙い撃ちです。結構ね、ランキングより狙い撃ち引いた方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、コメントもあったんですけども、狙い撃ちは闇です。狙い撃ち、これ見てください、もう闇です。 A ランクの OB の選手すらも出てませんということで、まあ、あと20連引、いや、行くか。30連目、いや、50連目。ピッチャー、調子くん。じゃあ、調子くん。いやー、狙い撃ちよりやっぱランキング走った方がいいと思います。まあ、これからね、また2段、3段、4段、5段、6段と。おい。おい。清水選手の顔が驚いてるよ。よし、おー、何や、今の。何今の。清水さん連続で出たよ。甲斐さん、星多いね。
おー、星多いね、森さん。森さん、星多いね。何や、岡田さん。岡田さん、星多いね。何やこれ、星ガチャ、岡田さん。何やんこれ。何なんこれ、星ガチャでしょこれ。ちょっと、ガチャないよ、変わってるよ。石川さんか。田島さん、ピッチャー来た、バッテリーコンビ来た、T 岡田選手。あ、余ってる。エナジー余ってます。これ引くしかないでしょ。ここは引くしかないでしょ。いきます。最後、ラスト。いやー、頼みます。調子くん。いや、マルテさんでピークはやめて。マジで。いや、諦めきれない。諦めきれない。頼みます。ラスト。わらわんかい。これが狙い撃ちです。一切出ません。一切出ません。いや、まだ諦めない。お、275。アイテムね、このプロスペ応援団全く受け取ってなかったんですよ。ここは行くしかないでしょう。70連目。じゃあ女子くん、これ来たんじゃないの、これ来たでしょう。ちょっとでっかくない。はい、ということで、プロスピトレジャーのね、攻略解説の方になりまして、まあ、爆速累計開始の動画を明日に投稿します。で、まあ、走るべきなのか、走らないべきなのか、まあ、とりあえずですね、無課金、メガ禁止はね、自然回復でやってもらいまして、まあ、明日ね、まあ、そういった解説を出すので、ぜひともね、その動画も見てもらえればなと思います。まず一番ね、初めにやってほしいのが、看板かモアイがあります。それをね、一番最初に掘ってください。で、看板の場合は矢印がね、書いていまして、その矢印の方角に、宝箱があります。で、モアイの場合は、モアイをね、掘ってもらえると、まあ、数字が、登場します。まあ、このね、数字は財宝までの距離になりまして、これに関しての解説はね、後に書いています。斜めの矢印の方向はね、まあ、こういった数字でやっていってください。まあ、数字マスもね、攻略ポイント書かれています。重要なね、報酬の方になりまして、周回にするごとに、まあ、報酬がもらえます。まあ、これね、最大が6周なので、必ずね、最後までやっていってください。まあ、そして、累計マップクリアのランダムボックス。まあ、これに関してはね、S ラン契約書があるんですけど、まあ、明日ね、まあ、解説していこうかなと思います。まあ、どれだけね、ランダムボックスがもらえるのか、無課金、美課金者走るべきなのか、走らないべきなのか、まあ、これね、結構重要なので、今現在私は経験値 1.8 倍かな、まあ、10月の7日まで経験値 1.8 倍なんで、まあ、ぜひともね明日の動画も、まあ、ぜひともチェックしてもらえればなと思います。次に重要なのがアイテムショップの方になりまして、コンパス、ソナー、ドリル、ドリル、すごいシャベル、まあ、ダウンジングロッドというね、まあ、アイテムがあるんですけれども、まあ、どれをね交換していくべきなのか、一番ね最優先事項が掘ることなので、まあ、ドリル、ドリル、すごいシャベル、まあ、このね3個のアイテムを交換していってください。で、まあ、一番広範囲に掘れるのがドリルなんで、まあ、ドリル、横片手、まあ、これをね先に交換していって、まあ、その後にすごいシャベル、これをね交換していってください。ソナーとコンパスとダウンジングロッドはほぼ使わないので、まあ、このね3個掘る系を優先していってください。あともう一つね話したいことがありまして、 V ロード試練チャレンジカップが対象になっています。で、活躍ゲージ量に応じて、まあ、シャベルの量もね増えるので、無課金美課金者ね必ず自走作をやっていってください。無課金、美課金者ね、走るべきなのかの解説は、まあ、明日ね、やっていこうかなと思います。まあ、とりあえずね、まあ、自然回復でやってもらいまして、まあ、累計6週か、6週はね、必ず完走してください。はい、ということで、10月4日月曜の更新情報でした。まあ、動画をね、最後まで見てもらった方、ご視聴ありがとうございます。まあ、ぜひともね、良ければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、今回は以上。